まあまあなんですけども、うん、おしっことうんちが、ね、出ないので、ね、昨日はでもそれ出ないってさ、外でしてませんかね。外でも家でもするのかしら。うん、そういう子いますよ、確かに。わかんないけど昨日はこのぐらい砂のところに塊があって、うん、今朝はうんちがね、結構たくさん、一人分だけどしちゃう。どっちかは分かんないですね、それ。うん、どっちかは分かんないけど。でもさ、トイレってさ、それは何個あります？猫のおうちの中に2つあります？2つあります。2つ、4つ。あ、4つもあるの。それで交差するんかな、やっぱり。おしっこをうんちする場所って、前はね、うん、こうちゃんとたらいみたいな、アルミのところにペットシートを引いて、おしっこはそこでしてたのね。最近はなんかその時によるのね。でもまあ、で、2人とも食欲はまあまああるんですか？あって、で、昨日もお母さんは5時間も外出してるんですよ。5時間そんな長いの。それで、ミキの方はね、ちょこちょこ顔出すんですよ。うん、で、また行く。あ、行ってもすぐ帰ってくるってこと？帰ってきて、顔出して。でもお母さんもさ、そのお庭から外に出ちゃうってことはありえるの？それはない。外っていうかね、裏はね、空き家なのね。あ、で、まあ、きれいに草なんかは買ってあるんだけど、そんな遠くには行ってないと思う。そうですよね。で、お薬は、なんだっけ、ミケちゃんは 100% 飲める。はい。で、お母さんが、まあ 50% ぐらい飲める。はい。まあ、飲めなかった場合は、この2回に分けるっていうか、うんうん、1袋をね。はいはい。少ないと、ちょっとごまかせるでしょ。あ、じゃあ、もうちょい飲めてるかもしれない、50%。そうね。なんか、それと、なんか気にしないで食べる時もあって。あ、そうなんですか。うん、気分なんですけど。いや、気にしないで食べてくれればね、結構入りますけどね。でも、お薬って食欲は出るんですか。いや、食欲増進剤とかそういったのは、そういうのもあるんだけど入れてないです。うん、だから多分ね、どっちかのか明らかにさ、泌尿器おかしいじゃないですか。ね、だからそれがちゃんと飲んでれば状態良くなるからさ、はい、気分良くなって食べる。ああ、そうです。だってもしね、例えば膀胱炎とか尿道炎とかさ、なんか下腹部に違和感があるような感じがあったら、やっぱりもう進まんじゃないですか。そうですね。それがね、で、そういう時がこの辺、おしっこおかしい時のどっちかは分かんないけど、あったと思うんですよね。ああ、そうそう、食欲はちょっと落ちたかなっていう時が、そういう時はおしっこの状態も良くなかったんじゃないかなと思うんだけど、はい、まあちょっと、今は元気。だから今はだからちょっとその辺が良くなってきてるんかなと思う。で、お薬に関してはね、はい、そのおしっこに血液反応が消えてね、消えて3週から6週ぐらい飲んだ方がいいですよ。あ、そうなんですか。消えて、消えて、もう消えてすぐやめちゃうとまたすぐ再発しちゃうから、だから。消えて3週から6週だけど、一番最後のおしっこは出てるもんね。10月27日のおしっこは、鮮血反応が、もう出てない方のおしっこだったらもう14も22も出てないから、だからここで見たのは27のおしっこと10月20日のおしっこがちょっとまずい感じ。特に10月20日がめちゃめちゃ悪かった。そうです ね、おしっこだったからさ、それがどっちの子がしてるかわからないんでね。だからまあ申し訳ないけど、もう2人一緒に飲んでもらってるんですけどもね、なるほどね。まあでもじゃあ、今一般状態したらいい感じになってるわけね。そういうことか、ぐったりとかね、そういうことはないです、まあ、ちょっとこう天気もいいじゃない、今日なんかでも。はいはい、そうするともう気分良さそう、長時間出るのね。うん、で、あったかいとこでぐったりとしてるんでね、きっとどっかあるんだと思うんですけど。わかりました。まだおしっこ出ると遠かったから有効しようと思ったんで、ね、はい、じゃあまあね、今日はお薬が出る。はい、お薬もらいに来ました。はい、じゃあお薬を、すいません、それぞれで1週間分ずつ出しますから。はい。
飲ませながらね、でまた途中でおしっこが取れたらおしっこだけ持ってきてもらえると、はい、でどっちかが分かればなおいいんだけども、まあ、分からんでもまあ取れたと思ってみてください。難しいもんね。でも本当に難しいんですよ。で、まあ、今飲んでる薬ってさ、はい、前も話したと思うんだけど、アモキシシリンという抗生物質ね、はい、これと泌尿器によく効くんですよね、はいはい、あとモサプリドっていう、まあ、消化管機能改善薬、はい、胃腸がよく動いて、はい、便秘にならないように、はい、それから、まあ、食べるように、はい、吐かないように、はい、それとあとタウリン、ちょっと肝臓を元気にする薬、はい、から総合ビタミン、はい、それからあとは、ブドウとちょっと甘くしてあると、はい、あともう2つはプロバイオティクスっていうお腹の善玉菌、腸の善玉菌ね、補って腸の環境を良くしてあげるとやっぱうんちも出やすくなるだろうし、はい、なの免疫力も上がってくると、はい、それからあと、アガリクス、はい、アガリクスはキノコですね、はい、キノコの中でまあ椎茸もそうだけど、はい、ベータグルカンという成分が入ってるんですね、キノコには、はい、でアガリクスはたくさん入ってるから、はい、そのベータグルカンがやっぱり免疫力を高めてくれる、はい、ああそうですか。だから20年ぐらい、20、30年前にさ、がんの人がアガリクス流行ってた時ありましたよね。だからあれはそのアガリクス飲んだからがんが治るのはちょっと言い過ぎだったんだけど、そうやって言ってる人もいたからね。でも それは言い過ぎなんだけど、でもあながちね、要は免疫力が落ちてるから免疫力を高めてがんと戦うと、そういうことでちょっとはね、治るのは無理だと思うんだけど、頑張れるかなというものなんですよね。あの頃めちゃくちゃ高かったんですけどね、まあ、その頃から思うとだいぶ値段が少し落ちてきてるんで、で割と私よく上がり薬使うんですよね、あと1日1回飲んでる薬ね、あれは広告支部で消炎鎮痛、なんか不快な症状を取る、あれはそれは1日1回でいいですからね、それを飲ませてもらってます。だからそのちょこちょこ取ってもらうしかないんだけど、そういう鮮血反応が消えてそこから3週間飲ませるという感じで大変なんだけど、うん、じゃないとさ、まあ本当に調子悪かったらそれこそやっぱりカゴに入れて、ね、なんとか入れてもらって一回検査しないと難しいんですけどね、はい、そうですよね、うん、だからそう簡単にそういうことができる子たちじゃないからさ、だからその話お話健康様子ね聞きながらやるしかないなと思ってやらさせてもらってます、うん、まあでもその食が増える薬じゃないんですけどね、多分ちょっと気分が良くなって食べてくれてるんじゃないかなと思うんですけどね。そうですか。で毎日お腹触るんですよ、うん、と柔らかいです、うん、それすごい大事だから、調子悪いとさ触れたくないからお腹硬くするんですよね。あ、うん、だからお腹硬いんだったらそうなんかちょっと下腹部の問題ありですよね。まあ下腹部と言わずお腹のどっかにね、うん、割と調子が良ければお腹柔らかくこうスルーッと触らせてくれますんでね、うん、ほんと触れるんだ。それは触ってもらって、うん、日々、それともし可能だったらね、うん、つまむの、そうつまむで場所を決めといてね、うん、首の後ろかこの背中の辺か、うん、つまんで元に戻るじゃないですか、はいはい、その戻る時間を 見るといいです。ああすぐ戻ればいいんだけど、そういうこと、そういうこと、すぐ戻ればいいんだけど、うん、戻るのはちょっと遅くなってるとかね、はい、もうひどいとも戻らんと思いますから、それはもう相当ひどいわけなんですけど、そこまで行っちゃうと、ああ そ, う、うん、もうそんな引っ張ってもう戻らんような子は、ね、やっぱり点滴も静脈点滴しないと危ない。そうですか。だからただね、年とともに皮膚の弾力性が落ちるから、うんうん、だんだん戻りは遅くなってきます、若い子に比べれば。だから場所を決めてね、はい、うん、首の後ろかこう背中の辺かどっか決めて、こう1日1回こう、はい、それもこうやって引っ張ってさ離すとさ、それもマッサージなんですよ。リッピングというマッサージ、はい、マッサージって要は血流を良くするためにするじゃないですか、はいはい、まあ、普通は押しますよね、人間だと、はいはい、押すのも押したら血流を良くするため、ガッと押したりね、はい、本もいいんですけど、リッピングこういう軽く皮膚を引っ張って、皮膚を刺激してて血流を良くするマッサージ効果もあるから、うん、お腹も押してあげられるんだったら押してあげると、うんうん、それは非常にそのチェックするだけじゃなくて治療効果もあると思いますから、あとブラッシングもやらしくなる、ブラッシングもマッサージ効果があるからね。ブラッシングはダメなんですね、うん、まあ、嫌がるのはそう無理にしない方がいいんだけど、はい、フードはさ手から食べないよね。だ絶対ダメですよね、うん、まあお腹空いてそうな時にさ、たまにこう
あの寝てから食べれたら、来てから食べれるようになると、あのだいぶいろんなことができるようになるんですよ。話しましたっけ？そうですね、お聞きしました。そうそう、手から食べてくれたら褒めてあげる、うん、触って体触ってあげる、まずそれができるようにならんと何もできないんだけど、まあとにかくフードを手から食べれるようになると、いいですよね。また食べれるようになったら言ってください。その先をまた言いますんで、はい、要はアイコン、名前呼んでアイコンだったとかね、はい、OES で食べさせるとかね、そういうこともやってくれると、いろんなことができるようになるかなと思うんですね。そのブラッシングが嫌だっていう子もブラッシングもちょっとブラッシングしながら食べさせて褒めてあげる。それも食べれるんだけど、元がノラちゃんだからね、難しいんですよ。そこはね、そういう方法もありますからね、薬だけじゃない。それからお水もね、あの一時に比べると2人とも、飲めるようになりました。あ、飲めてます？はい、はい、でこれね、それとあと言いましたけどね、お水をたくさん飲みすぎると慢性腎臓病のステージ2になる。たくさんっていうと 300cc 以上、ね、そうそうそう、3キロの子で24時間で 300cc 以上だから明らかに、だけどこうそれも交互に飲むんでしょ、交差するんです。食器をね3つ置いてあるで、例えばミケちゃんはこの食器、お母ちゃんはこの食器じゃないでしょ。そうだから、うん、まあ難しいですよね。まあでも2人ともさ、もうだって7歳と6歳でしょ、うん、だから7歳前後ぐらいから始まる頃は始まるからさ、で慢性腎臓病も初期は全然元気なんですけどね、成人になると初めて症状が出て、その症状は元気なんだけど、ご飯も食べるんだけど飲む量が増えてくると、飲む量が増えてくればおしっこの量も増えてくると、そういう症状があるんでね、これもちょっと知っておいてもらうといいですね。わかりました。はい、じゃあ1週間分ですね、またお作りします。お願いします。はい、すいません。ありがとうございます。